諸葛亮と徐庶と最終兵はどうして仲が良かったの？蜀の宰相諸葛亮、そんな彼は青年時代、徐州から流浪の末に慶州にやってきた身の上が影響してか、そんなに友達がいない寂しいキャンパスライフを送っていました。しかし盾食う虫も好き好きという格言の通り、寂しい孔明にも徐庶と最終兵という親友がいたことが正史三国志には記録されています。ではどうしてこの3人は友達になったのでしょうか。悲惨な境遇が3人を引き寄せた。同病愛憐れむという言葉の通り、人間は自分に似た境遇の人に同情し好意を寄せやすいものであるようです。それは三国志の時代でも同じであり、孔明も徐庶も最終兵も世間一般の青年とは違う影のある過去を持つために引き合ったのだと考えられます。では3人が背負った影とは何だったのでしょうか。ここでは正史三国志の記述をもとに3人の少年時代と青年時代をたどっていこうと思います。親父が金権政治家最終兵、最終兵の父は祭烈と言いました。彼は名高い学者でしたが、霊帝の時代に倍官制が確立すると500万銭の大金をはたいて三公の一つである使徒の位を買いました。これに世間は猛反発しブーイングの嵐で答えました。祭烈も学者としての名声を台無しにしてしまいます。そして誰よりもショックを受けたのが息子である祭金でした。この祭金は最終兵の兄にあたります。尊敬していた父が金の力で使徒の役職を買い取るなんて許せない裏切り行為に移ったのです。ある時に祭烈が息子の祭金に、私が参考になったことを世間はどう思っているかを尋ねると、祭金は正直に、世間の人は父上が動線臭いと申しておりますと答えて、それを怒った祭烈に杖で追い回されています。その頃最終兵はまだ幼かったようですが、出世した際に三公の位を金で買った祭家の子供として世間から後ろ指を刺されるようになったようです。その後兄の祭金は反董卓連合軍に参加して戦い、最終兵は父と共に董卓の長安遷都にも従いましたが、董卓の死後長安に攻めてきた李郭各種の軍勢により城門行為として門を守っていた祭烈は殺害されました。兄の祭金は李郭と各氏に敵愾心を燃やし、なんとか仇を討とうとしますが、父の死から間もなく病気で亡くなっています。その後父と兄を失った最終兵は混乱する長安から出て流れて慶州の柴木の門下生になりました。こんな風に屈折した少年期を送った最終兵がどこかすれた青年になっても不思議はないでしょう。無頼すぎて人が近寄らない徐庶。徐庶が若い頃は学問を収めずに任侠の徒とばかり付き合い、激剣を得意とし、とうとう人の仇討ちで殺人を犯して逃亡。顔を白く塗って別人を装い探索を逃れていたのが、とうとう官憲に捕まりあわや処刑されそうなところを仲間に救われたというのはよく知られた話だと思います。これに感激した徐庶はこれまでの無頼の人生を悔いて改めて学問をしようと、武器を捨てて粗末な着物をまとい商社に入って学び始めますが、悪事千里を走るというやつで、同じく商社で学ぶ仲間は徐庶が還俗であることを知って仲間外れにしていたようです。それでも徐庶はこれも自業自得だとして腰を低くして朝早く起きては掃除をし学問に没頭します。ここでの生活で徐庶は人の意図を見抜き高い洞察力を体得することができたようです。やがて徐庶は同郷の関東と仲良くなり、以後同地で戦乱が起きると慶州に逃れて、そこで柴木の門下生になったのです。若いながら人を殺して逃亡するような無頼の人生を送った徐庶には、確かに普通の豪族の子弟では付き合いにくかったでしょう。控えめに見ても戦災被害者の諸葛亮。諸葛亮も悲惨な少年時代では負けていません。徐州牢屋用途が本願の孔明は早い時期に父を亡くした上に、故郷の徐州は曹操の侵攻の標的となりました。
そのために災いを逃れようと中府の諸葛源と一族ともどもに放浪の旅を続けて、ようやく慶州に腰を落ち着けたのです。群雄による血で血を洗う領土争いが当たり前になってきた時期、少年孔明は見たくもない悲惨な状態や醜い人間の業を嫌というほどに見てきたんじゃないかと推測します。諸葛亮が放火を統治の根本としたのも、秩序崩壊の混沌が生み出す人間の罪深い行いの数々を少年時代に見てきたからではないかとカワウソは推測したりしています。それぞれに影を背負った3人は親友になった。少年時代にあまりにも深い影を背負った3人は、平凡に生きてきた豪族の子弟とは馴染むことができず、次第に影を持つ人間同士で集まるようになったのでしょう。諸葛亮は生真面目な分、自説に固執する頑固な面があったようですが、徐々にはそんなところがなく、他人の意見でも優れた部分は取り入れる柔軟性がありました。これは徐々が無頼の生活を反省して身につけたものだったのでしょう。一方で最終兵は諸葛亮の長所と短所を遠慮なく指摘する人で、諸葛亮は大いに感化されたようです。この最終兵のドライな人間観察は、近権政治家の息子として周囲に白い目で見られたことに対して冷静に対処するために培われた性格だったのかもしれません。三国志ライターカワウソの独り言。こうしてみると、諸葛亮、序書、最終兵には少年期から青年期に普通に人生を生きていると経験することができない重い影を背負ったといえます。そしてそんな影を背負っているからこそ、平凡な同年代の青年とは話や考え方が合わずに距離を置いた孤独を貫いたのでしょう。しかしそこに同じように影を背負った仲間に会うことで、初めて何でも忌憚なく語り合うことができるようになったのです。視聴者の皆さんは、この3人が友人になったのは何が理由だと思いますか？